こんにちは。千葉県立中央博物館の林浩二です。本日は、フェアトレード、商品選びで地球を考えると題して、逗子フェアトレードタウンの会の磯野よしこさんと、ピープルツリーの鈴木ひろみさんからお話を伺います。フェアトレードのこれからについてお話しください。フェアトレードのこれからということでは、もう本当に究極的には、わざわざフェアトレードって言わなくていい世界が当たり前になってほしいなというふうに思っています。まあ、ピープルツリーがフェアトレード専門ブランドですって今名乗ってるんですけれども、それを言われたときに、当たり前でしょっていうふうに 返ってくるぐらいの世の中になってくれたら、もう役目を終えるんじゃないかなって思ってるんですよね。フそうェアですであるね。ことがね、本当当たり前になってほしいなって思います。そう、フェアトレードの究極の目的は、フェアトレードがなくなることだって、私たちも言っていて、わざわざフェアって言う必要がない世の中になってほしいということですね。一方で、だからわざわざ今、フェアトレード、フェアっていうことを言わなきゃいけない現実があるんだっていうことに気づいていただくっていうのもすごく大切なのかなって思っています。よくね、学生さんから問い合わせをいただいたりして、フェアトレードのものって割高だから、学生の私たちには買えませんっていうような、お声をいただくことがあるんですけれども、立ち止まって考えてもらって、まず何と比べて高いのか。たときに比べる金額の方が安すぎるんじゃないかというふうに考えてみてっていうふうにサジェスションすることがあるんですけれども、なぜかというと、今の学生さんたちはもう生まれた時からファストファッションが当たり前にある世代の人たちなんですよね。だから比べる価格が異常に安いっていうことを気づけない。それが当たり前にあるから。そのげあの今自分が普通だと思ってることが実は普通じゃないんじゃないかなっていうふうに、世の中の見方をちょっと変えてほしいなというか、気づいてほしいなという気持ちもあります。そうですよね。フェアトレードのものが高いっていうのは本当によく質問されることなんですけれども、フェアトレ、も、もともと物の価格ってどういうふうに決まってるかっていうことも考えてほしいというふうに私も答えているんですけれども、私たちの、まあ、買う側が安くないと買わないっていう力が強すぎるんですよね。買う側が決めてしまう。で、本来だったら、そのものを作るためにどれだけのコストがかかっているのか、トゥルーコストですよね。コストから、物の価格っていうことを決めていく必要がある。そこで正当な価格っていうのが決まるはずなんだけれども、私たちが、もうしわ寄せを、生産者の一番弱いところにしわ寄せを作ってしまう。そういう価格の決定の仕方、そういうものを知らないと、高いから買えないってね、言っているのが、そういうふうにさせ、まあ、安くさせている、ということも知ってほしいなって、言っています。ね、一方、安くないと買わないよって言いつつ、安いと、例えば使わなかったりとかしても、もう安かったからいいや、捨てちゃってみたいに、何のね、愛着もなく手放しちゃったりして、それがだから大量消費につながり、大量廃棄につながってしまうと、ただ安いことっていいことばっかりじゃないよねっていうことが、私たちの生活の中にもあると思うんですよね。だから本当に大事なものとか選び抜いて自分がときめくもの、本当に嬉しいなって思うものだけを持って生活することができたら、もっと何て言うんですかね、シンプルに豊かな気持ちになれるような気がするので、すごく難しいことを考えなくても、その社会的な課題があってんじゃなくても、自分がまずハッピーライフを送るためにも、物との向き合い方をちょっと見直してみるって大切な視点なんじゃないかなって思います。でも一方で、つい昨日私の娘がスペインから帰ってきたんですけれども、スペインにはフェアトレードのものがあふれていて、どこでも買える、しかも安いって言って、とっても喜んでいたんですね。で、やはり普及しているとフェアトレードのものの商品の価格を下げることができるんですよね。日本はやっぱりまだまだ普及していないので、どうしても価格が高くなりがちなのかなと思っています。やっぱり
たくさんの人が買ってくれれば、それだけ、下げることができる。ね、私たちもっともっとフェアトレードのものを応援して買っていくことも大事だなって思っています。これからのフェアトレードということなんですが、フェアトレード、今、どんどん変わってきてるかなというふうに思うんですね。で、特に開発途上国の中でも、どんどん、まあ、経済的に、開発が進んでいる国ってとても多くて、例えばガーナなんかも、今はもう IT のメッカみたいになっているんですよね。で、そういう中で、ガーナのカカオ農場で働いている人たちっていうのは、実はガーナ人ではなくて、コートジボワールとか、近隣の国から来ている人たちが働いているんですよね。で、そういう時に私たち、じゃあガーナとフェアトレードをやっているって言っているけれども、実際にそこで働いている人は誰なのか、そういうところがこう見えてなかったりする。で、また、ガーナの中で、自分たちで、フェアトレードのチョコレートを買える人たちも増えてきているんですね。国内の中で生産者を支える仕組みっていうのができ始めている。また、チョコレートに限るんですけれども、以前はスイスのフェアトレードの団体がカカオ豆をガーナから買ってきて、そこでチョコレートを作って、販売していた。でも今はガーナでチョコレートまで作ることができるようになってきている。で、そういうようにフェアトレードがどんどん途上国の自立を、より促す方向に変わってきているかなというふうに思うんですね。国内の中でのフェアトレードということを、世界でも認められつつある。で、実は日本の中でも、今まで海外とフェアトレードをしてきた団体が、例えば、震災の後の被災地で、フェアトレードの仕組みを使ってものづくりを支援していたり、国内の、まあ、立場の弱い生産者、農業の生産者を支援する仕組み、そういうものが進んできています。この国内フェアトレードっていうふうに言って、私たちはもう同じように、今までのフェアトレードと同じ目標に向かって、フェアな、立場の弱い人たちを支援しながら、より良い仕組みを作っていくという、同じ活動なのかなというふうに思っています。フェアトレードが貿易の仕組みっていう狭い定義だけじゃなくて、もう人と人との関係性、対等な立場でやり取りをするっていう、本当に人間としてのコミュニケーションの基本姿勢だって考えたら、もう誰しもに関わり合いがあることなんだなっていうふうに改めて今思いました。そうですよね。みんながハッピーになるですね。はい。はい。